泉山奈美は、日本の訳主家及び、ブラックミュージックのライター。アルバムの解説と訳詞を中心に、音楽雑誌や、英語関係の語学史等の執筆、アーティスト取材、ラジオ番組の選曲、音楽ビデオや、テレビ番組の字幕制作、映画の字幕監修、絵本の翻訳等を手掛ける。原始の直接の意味にとらわれず、 特に直訳では理解することが難しいヒップホップのジャンルにおいて文化的な背景を注釈に加えての意訳を始めた第一人者。1963年、青森県生まれ。幼少の頃から FEN を聞いて育つ。鶴見大学英文化在籍中に音楽ライター、訳詞家、翻訳家としてデビュー。洋楽ナンバーの訳詞及び聞き取り。 音楽雑誌や語学雑誌への寄稿、TV 番組の字幕、映画の字幕監修、絵本の翻訳、CD の解説の傍ら、翻訳学校フェローアカデミーの通信講座、数学講座の講師を務める。など。第83回 I Feel for You、釈迦カ歴史を彩った洋楽ナンバー、キーワードから読み解く、歌物語、三成堂言葉のコラム。賛成堂ワード。 Wise Web Dictionaries and Beyond 2022年1月13日閲覧ありがとうございます。